シャボン玉石券、株式会社は、福岡県北九州市は松区に本社を置く、無添加石鹸の製造を行うメーカーである。洗濯用粉石鹸、化粧用固形石鹸、液体石鹸を製造、販売している。製造されている石鹸は、酸化防止剤、蛍光増白剤、香料、色素などの化学物質、添加物を一切使わず、 特に牛脂は地元である九州のものにこだわって使用しているとしている。天然油脂を原料にした純石鹸分の無添加石鹸である。青いお空が欲しいのね。飛ばしてご覧シャボン玉という CM ソングでも知られる。シャボン玉の商標登録はシャボン玉石鹸が1975年に出願し、1981年に登録されている。 なお、1970年代まで、シャボン玉、ホリデー、シャボン玉プレゼントなどの番組に提供していた牛乳石鹸共振者とは、資本、人材などの関係はない。シャボン玉石鹸は1960年代、合成洗剤を製造、販売し、売り上げを伸ばし続けていた。しかしその頃、仙台、森田光則は、毎年できる赤い失神に悩まされる。 様々な療法を繰り返し試す日々だが、なかなか治らなかった。そんなある日、国鉄から機関車を洗う、無添加固石鹸の注文が入る。合成洗剤で機関車を洗うと、サビが出てしまうからである。高純度の石鹸を試しに作り、その試作品を洗濯や体洗いに使ってみると、嘘のように肌が綺麗になった。しかし、試作品がなくなり、 自社の合成洗剤を使うと失神は再発。そこで長年悩み続けた失神の原因が自社の主力商品である。悩んだ末に体に悪いと分かった商品を売るわけにはいかないと一大決心をして1974年に無添加、石鹸の製造、販売に切り替え翌年シャボン玉石鹸が誕生したのである。北九州消防局と 石鹸をベースとした新型の消火剤を共同開発。従来の消火剤と比べ水の使用量を減らすことができた。総務省消防庁の承認が下りたため、現在北九州市消防局で実際に使用されており、他の市町村への普及に向けた活動を進めている。同社といえば、青いお空が欲しいのね。飛ばして、 ご覧シャボン玉という CM ソングと赤ちゃんを模したキャラクターのシャボンちゃんでも有名であるが、これらは当時の社長であった森田光則によるまだ無名だった同社をメジャーにするためのアイデアであった。1970年代当時、北九州市では、同海湾は、市の海空は、七色の空と呼ばれるほどの郊外に悩まされており、婦人会を中心に、青空が欲しいおスローガンに、 半公害運動を展開していた。青空のフレーズは、そのスローガンに無公害設計を重ね合わせて着想されたものである。CM でおなじみのシャボンちゃんであるが、そのモデルは森田光則の娘であった。当時0歳であった娘の笑顔を見て、キャラクターには企業の看板として末長く付き合う存在ということで、デザインに多くの時間をかけ、何度も遂行を重ね、 細部にまで注意が払われ、1975年4月にシャボンちゃんが誕生した。シャボンちゃんは1975年に発売されたシャボン玉95というこの石鹸の紙箱でデビューを果たした。現在、シャボン玉石鹸の工場の壁には大きなシャボンちゃんが描かれていて、社員の癒しとなっている。2009年4月26日放送のフジテレビ。 新報道2001で現社長の森田隼人を中心に同社の取り組みについて取り上げられた。現在は CM のエンディングで無添加のパイオニアシャボン玉石鹸と宣伝されている。また福岡ソフトバンクホークスのシルバーパートナーとしてヤフオク。ドーム内のお手洗いの石鹸に自社製品を採用している。当社と同じ北九州市に本社を置くクロス FM が主催する。 グリーンライフ講座のサポート企業の一社になお、連ねている。2010年2月1日に迎えた100周年に、当たっての企業活動報告書6ページ。原料へのこだわり。新鮮さが必要とされる牛脂は、九州各地から取り寄せ、マイナス。シャボン玉石券が、工場新設へ、新型コロナで、需要増。朝日新聞。2020年10月27日閲覧。 https://www.shabon.com コロンススララッッシシュュスラッシュカンパニースラッシュアウトラインドット html ありがとうございます。